瀬戸内の島々を悠然と駆ける鳥たち。古くから人々は彼らの姿を通して対岸に思いを馳せてきました。そして今、瀬戸内は3つのルートで本州と四国が結ばれ、自由に行き来できるようになりました。では橋でつながる人々の暮らしを眺めていきましょう。考えてること変わらず、兵庫と徳島をつなぐ神戸淡路鳴門自動車道、毎日この橋を渡って多くの人々が行き来しています。通学圏も広がり、通える学校もより自由に選べるようになりました。そして島での暮らしは続きます。朽ちては大きな大きなこともやって、岡山と香川をつなぐ瀬戸大橋、四国から日本全国へ農水産品、工業製品が運ばれています。物流が活発になると産業も活発に、町が起こり暮らしが根付き、地域の文化も受け継がれていきます。ありふれていただけだよ。尾道と今治、そしてその島々をつなぐ瀬戸内しまなみ海道。島で生まれ、島の中で生きていく。橋でつながることで今は島で暮らしながら必要な医療をいつでも受けられるようになりました。休まなきゃ時間だ。僕は瀬戸内を結ぶ3つのルート、それは自然災害から人々を守る明日への架け橋でもあります。これまでもこれからも安全安心な暮らしを守っていくために、ここで生活する人々の日常を橋がつないでいるのです。鳥は風に乗り、人は橋を渡って暮らしを紡いでいくのです。橋がある、暮らしがある。JB 本市高速。